はいどうもリズムデカです。ジェブ。本日は、はい、なんとトヨタスタジアムにやってまいりました。やってまいりました。初です、はい。嬉しいね。俺も初。来たことある人？ないです。あ、ないんだ。ちょっと。俺多分一回プレイしたことある。プレイしてる。プレイはすごい。多分。プレイしてる。ピッチに立ってます。アンダー16の時に来たか。アンダー16読んだね。うさみたいうさみたい。うさみたい。ということで今回は J1 リーグ第24節神奈川グランパス対浦和レッズの試合の、はい、今日はですねグランパスさんの1年間の中で一番力を入れてるイベントの日だったんです。の大祭典っていう日で大祭典、はい、そこに招待してもらってトークイベントをします、はい、リズム今から、はい、ありがとうございます。そして、はい、今ねこの、はい、俺らが着てるこの記念 T シャツといいますかね、はい、これなんと来場者全員で配るという、はい、配ってるすごいことです。あんまり聞いたことないの。だって大体来た時あの先着何名とかやん、はい、全員に配るんですから。しかも3連戦全部配るみたいです。言うてましたね、はい、あとビームスジャパンそりゃ質いいコラボです。これはもうすごいことです。ビームスさんはそりゃ質いいのよ、はい、スタグルも39店舗、外だけでね、はい、ストーン出てますから。行きましょう。じゃあ今日行きましょう、はい、早速行きましょう。行きましょう。 OK。今回オフィシャルで入っております。前回も J リーグ、はい、見てください。スタジアムシワフがあります。すごいですかこれ。え、ちかめっちゃいいですよ。ここでサッカーもできると。てかスタグルの量エグいな。うまいな。かっこいい。スタジアム中のちょっと見える。ほら、ちなみにあのリズムが応援に行ったホームチームは負けてません。確かに、はい、フラーレッズは好調なんですよ。4連勝中と勢いがあります。おなんかお祭り、お祭りだな、すごいな。提灯とかも出て、ね、まあ、大祭典だけあります。ちょっとチルスポットありすぎちゃう。え、じゃあ散歩する。え、すごいんだけど。チルチルってタカの先輩がいます。いますね。これは先輩います。僕の日体大の時の2校目の先輩です。挨拶しておきましょう。正解です。平井翔さん、もうグランパスのキープレイヤーって言っても過言です。だってもうキャプテン、ゲームキャプテンですからね。広島にもいてもすごい活躍でしたから、はい、リズムがこれ来るって一応まあグランパスの広報さん的にもバーンって出してくれて、うん、今日バイスリーを着た人がいるかどうか。確かに。どう思う。確かに。バイスリーが来た人がおったら写真撮ります。インスタの時は結構いました。ありがたい。ちょっと写真撮らせていただきます。あ、スタグルです。めちゃくちゃいい匂いします。これはいいじゃん。唐揚げ行こう。とりあえずじゃんけんです。持って10個。他のもどうする。他のも食べる。他のも食べるかな。はい、頭をいちゃんけんじゃんけん。おい、うわー強い。 あ、これはカードで払えますかね。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。うまそう。レモン効いてますね。レモン効いてる。レモンは効いてない。グランパスバーガーだよ。これは食わないか。これは行くしかないんじゃない。ジャンケンジャンケンおい。ジャンケンジャンケンおい。これ俺だよ絶対。ジャンケンジャンケンおい。強っ。グランパスバーガー一つと、グランパスチーズバーガー一つください。うぇ、ありがとう。ありがとうございます。ございます。え、ステッカー、相馬さんの、相馬選手のステッカーもらいました。やった。俺身長一緒なんだ、ほんと。ちょっとあの、刻印みたいなのされてるパン。刻印なんか、ほら、見て見て見て。え、順位入ってる。地下帝国行きや。いただきます。グランパスバーガー。うわうまそう。パンがめっちゃしっかりして肉はもうすごい熱いです。肉うますぎ。だって温度のやつ来てくれてる子いるんだ。うわ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 グランパスバー。これジンジャーレモン。おしまさんでしょ。あ、やっぱ生。おジンジャーレモン。何このグラスプモーニって。スプモーニって何だっけな。お前もっとバーテンダーやろ。でもコーラとなんかじゃない。あ、それにします。え、だって来るんだ。
プロテインは？プロテインもこれ。あ、手紙じゃんけんじゃんけん。うわぁ、今日均等だな。じゃあ俺らか。そうやな。お手紙じゃんけんじゃんけん。はい。お手紙じゃんけんじゃんけん。はい。おぉ、すごい。お手紙じゃんけんじゃんけん。うわぁ、うまそう。これ飲めんけどうまそう。うまそう、めっちゃ。映えてる、なんか。うわぁ、いいな。だいぶ早い時間に来たら、はい、アルコール度数153です。153もう焼けます。どうしよう、どうしよう、どうしよう、トークショー酔っ払ってるかもしれない。大丈夫ですか。トークショー前に先に来るやないか。一人一個行こう。重いぞ。これは重いぞ。ホットボールじゃんけんじゃんけん、おい、うわぁ、男いたっけ、チェックファイ。わー、強え、スタジアム。スタジアム強え。キャッシュ下ろせるから。スタジアムもいいね。やっぱ、待って、中央そうやけど。大丈夫ぞ、この。これちょっと、控室の戻って食べましょう。レッドガイン、隠しで。かっこいいな、もうなんか広いね、めちゃくちゃ広い、通路が。石が日陰、すごっ、すげえ、めっちゃ近くね。え、これやばくね。すごいな。え、これめっちゃ近くね。角度がない。マジで広いよ、めっちゃ広い、めっちゃ広い。いただきます、サワークリーム丼。サワークリーム丼みたいな。サワークリームのそのちょっと甘酸っぱさと 和風の肉のなんかあの何でしょう、長いね、塩コショウが長いね。シンプルで、あの玉手箱屋くらいの短さでやってくれ。ミックスするんや。これ俺わさび分かる？このわさびのアクセント、お前らに。ちょっと食べていいよ、食べていいよ。え、ポテチもめっちゃうまいな。確かに、ちょっとあのイタリアのね、海岸も思い出すようなんですけど、はい、うまっ。ちなみに広島、わさびで広島流お好み焼きっていうのが出てる。広島流あの、だいたい広島風なんだけど、パンフレットに広島流って書いてある。そしたら気になったけど、次回ですね。次回今からアップ中のピッチに行ける奇跡が起きてる。裏ルート感がすごすぎる。闇のフロントみたいな。これは迫力ある。このブロックですか、すごっ。泳い泳いレフリーバレーアップします。いや、それはブラタイします。スプリントせんといけんから。お前90分間走らんといけんよ。頑張ってください、頑張ってください。あ、もう無理だ。無理だ。ナイス、さすがフリー。日本のトップ審判に何言うとんの。入場してきました。すげえかっこよすぎる。選手入ってきた。あ、宮原くんいました。宮原くんいました。マジで角度エグいな。迫力あるわ。すごいし、マジでなんかコロシアムみたいなさ、ちょっとそういう闘技場感がなんかあるんだ。確かに。槍刺さってますから、4角にバリスタ、四つ角にバリスタあるよ。あれ、ラムシャルの楽しさ。ラムシャル大人のボールを4人で運ぶのはきついです。非常に頑張ってくれてますね。頑張ってくれてます。
入ってんだろうな。2万人ぐらい。2万人もいるんです。すごいな。ミナスと同じアップしてます。確かに。俺もいけるけどね、いつでも。いつでも呼んでくれたら出れるけど。いつでも。気づいてくれました。出るのか、はい、嘘だろおい、ウンパと仲いいですからね。あ、そうなんだ。二度見して仲いい。あ、スタジアム、かっこいいな。アンテンキックオフ遅れておりますありがとうございます再び中に入ってきました。始まってます。ということで試合を見てみます。見ましょう。スタメンはこんな感じですね。グランパス先生でした。グランパス先生ですね。また抜き、また抜き、ね。あ、そうなんだ。南高校、南出身で。決めるところをしっかり決めると名古屋グランパスが 2-0 で折り返しましたね。やっぱボール保持や、やっぱポジションさっきからやられるってしっかり持ってるけど、カウンターと守備の玉際のついてやっぱ要所要所ね、潰してたんでね。全体強いな。稲垣パイセン強すぎるって。あだ名は冷蔵庫でしたね。当たった冷蔵庫ぐらいやばかったんで。あの車からも試合見れるって。あれ86から86から試合観戦できるの。試合観戦で、ボールが危なかったら発車します。車が発進します。なるほど、避けれるってこと。あ、キックオフです。キックオフ、キックオフ、始まりました。最後は落としてくれました。シューアイス、シューアイスです。以上です。今いろんなところでいろいろ起きてて、選手が今足つってます。ノーゴールなのかゴールなのかわからないっていう。これはロスタイム長引きますね。ビーガー入ってます。あ、ハンドか、ハンド、いや、長いの顔がハンドっぽいです。さあ、結果が出ます。ゴール、一発カウンターでね、名古屋っていう。リズムいいんじゃないですか、これ J リーグの皆さん。どうでしょうか、J リーグの皆さん。リズムを読むと勝ちますよ。なんとかホームチーム全部勝ってます。まだ上がってますよ。点は入ります。登場します。来ました、サンフレッチェ広島です。宮原和也、宮原あと5分、頑張りましょう。完全に注目。すごい。どうですか、 J リーグ関係者の皆様。事前も呼ぶとホームゲーム、ただいま無敗でございます、はい。まあ、ブラジル対日本はあれは置いといて、うん、J リーグはね、ちょっともう J リーグ全部勝ってますから。マスコットかわいいな。この後ピッチに降りれるということで、はい、ありがたい。お会いしましょう。守りの名手賞、稲垣翔選手でした。おめでとうございます。はい、試合後のピッチのとこへ行きます。ラスト、ラストで、ラストで、イエーイ。確かに、なんちゃう、シゲ、なんちゃう、娘です。クララちゃん、クララだよ。クララちゃん、クララが立った、クララが立った。グルナちゃん、かわいい。よかったね、今日。ナイスショーリー。
よっしゃー、来ました来ました、社長がついてる、これグランパコちゃん、すごい金の社長が、すごい社長がついてる、こんにちは、はい、ということでウェルタースタジアム、はい、Vlog 以上となります。はい、見事3対0で長谷グランパスの勝利と、いや本当にリズムがホームで見に来た試合は、はい、全勝、これは非常に演技がいいです、演技がいいですよ、はい、飛んでください、はい、J3、J2、はい、J1 どこでも見に来ます、はい、よろしくお願いします、お願いします、盛り上げたいと思いますよ、はい、はい、トークショーとかも何でもしますので、そうですね、はい、お願いします。JFM 行きますか？全然全然全然、だって JFM もやってますから。やってますから。ね、うん、ああいうのまたやりたいんで、うん、はい、ぜひ。やっぱサッカー専用スタジアムってめちゃくちゃいいな。めちゃくちゃいい。あと俺トークショーでも打っていく。こうなんか見やすかった。上からでも。角度がこうなってるからみんなすごい上から見下ろす感じ。めちゃくちゃ良かった。3万3千人入ってね。うん、これがもう声出し応援とかになった時にもう最高だね。ゴールっていうし、すごい。拍手でも結構熱い。すごかった。非常にいい経験をさせてもらいましたね。はい、食べに行きましょう、よっしゃ、それから寝ましょうね、J リーグ関係者の皆さん、お仕事内容はこちらまで